2013から2014年大反政府デモとは、2013年11月から2014年5月にかけてタイで展開された反政府抗議のデモ活動。この抗議活動は、元民主党議員のステープトゥアクスパン代表が率いる人民民主改革委員会という政治圧力団体によって組織運営された。最終的にこの正常危機は、 インラック・シナートラ首相の失職や大軍事クーデターを引き起こすことになり、暫定軍事政権の樹立に至った。インラック政権は2011年の選挙で権力を握り、彼女の対抗検討は圧倒的多数を獲得した。インラックはタクシン・チナート元首相の妹で、対抗検討は彼と緊密に連携していた。 海軍時空デターで追放されたタクシンは2008年の汚職有罪判決を回避するため自発的な亡命生活をしていたが未だに国内の大部分で大衆の支持を集めていた。チナワット一族はタクシノミクスによる経済的社会的利益から北東部の農村で特に尊敬されていた。彼の経済政策で2001年から2011年に かけてイーサーン地方の一人当たり GDP は倍以上の1475ドルになり、同時期にバンコク地域の GDP は7900ドルから13000ドル近くになっていた。インラックの首相就任中にいくつかの御社提案と憲法改正が人民代表院で議論された。これらの大半はタクシンの利益になるものと、 一般的に認識されており、野党の民主党が反対した。2013年8月、公献党が過半数を占める人民代表員は、御社法案起訴の第一読会を承認した。国民議会まで至る、街頭抗議行動は、打倒タクシニズムの人民民主勢力と称する、反タクシン団体並びに民主党によって開催されたが、勢力を増やせずに終わった。御社法案は、 メンバー35人からなる制裁委員会に渡された後、第二第三読回に向けて人民代表員に戻されることとなった。2013年10月18日にこの委員会は法案の修正案を可決した。同法案は当初の形式では意義あるものや政府指導者及び軍隊を除いた一般市民の抗議者を訪問することを目的としていたが、 2004年から2013年までの期間に及ぶ包括的御社へと大幅に拡張された。これは2006年クーデター後にタクシンにかけられた汚職容疑、並びに2010年大規模抗議中に起きた暗黒の土曜日事件に関わった当時のアピシットエイチャチーは首相とステープトアクスパン副首相にかけられた殺人容疑を含むものだった。 詳細は2013から14年大半政府でものタイムラインを参照。抗議行動の主な目的は、インナックのアニタクシン前首相が、タイの政治に及ぼす影響を排除して、政治改革を監督するための選挙によらない、人民評議会の設立にあった。抗議者たちはタクシンを、汚職まみれで、タイの民主主義に損害を与えている人物とみなしたが、彼は、 タイの広い地域で自身の社会制度改革と経済指針改革による強力な支持基盤を獲得していた。2001年以降はタクシンと連立を組む政党があらゆる選挙で過半数を獲得していた。大継承、農村都市間、または南北の格差、社会的不平等、度に集中した、官僚、政治における王室と軍部の影響、階級紛争といった、 諸問題がこの正常危機の背景要因として有識者たちに示唆されている。抗議行動の最初の引き金となったのが、対軍事クーデター以降の政治家を様々な訴追から、斜面することになる、御社法案だった。反政府抗議者たちはこの法案に異議を唱えるも、2007年、太陽国憲法の改正をもくろむ当時の政府は、 タクシンを支持して汚職の有罪判決による自発的亡命から彼が帰国できる可能性があるようにした。なお、政府支持派の赤シャツ隊は91人が殺害された暗黒の土曜日事件に関わる殺人容疑を含む内容だとしてこの恩赦に反対した。政治的スペクトル全方向からの反対が同法案を元老院にて全会一致で否決させることになった。 それでも、反政府抗議活動は続き、デモ参加者たちは、観光庁の選挙、主要道路の交差点封鎖、バンコクでの大規模集会を開催して、インラックと彼女の対抗検討政権に退陣を求めた。2013年12月8日、野党民主党の国会議員153人が、辞任すると、インラックは人民代表員を解散させ、2月2日の総選挙を呼びかけた。 PDRC 抗議者たちの投票所入り口、封鎖により、バンコクと台南部地域では投票が中断され、憲法裁判所によって開票結果が取り消されることになった。抗議者たちへの発砲、爆破未遂、手榴弾投擲などを含む散発的な暴力が抗議活動の過程で死者28人及び負傷者800人以上をもたらした。 1>, 1月21日にインラック政権は、バンコクとその周辺地域で非常事態を宣言したが、効果はほとんどなかった。インラックと大臣9人は、2011年に論議を呼んだ国防幹部の移動が原因で、2014年5月7日に憲法裁判所によって失職となった。インラックの支持者と批評家は、 この道義が政治的に動機づけられたもので司法権の乱用だと主張した。5月20日、対応国陸軍は国内全域での改厳令を発令した。対立する陣営を集めた対話が軍主導で行われるも妥結に至らず、5月22日にクーデターによってインラック政権は解体された。同クーデターでは軍を中心とする国家平和秩序維持評議会が 全統治権の掌握を宣言し、プラユットチャンオチャ司令官を首相代行に任命した。タイでは2013の14年の政治危機と並行して、もみごめ担保融資制度が暫定政府にとって重要な問題となった。2013年12月9日の議会解散後、インラック内閣はもみごめ担保融資制度の更新予算承認を怠っていた。 2014年1月31日時点で、暫定政府は、制度の一環として、国の稲作農家に返されるべき支払いをデフォルト、下のみならず、暫定財務省のキティラットナラノンは、状況解決に必要な1300億バーツを扱う、権利が凍結されている。職務代行能力の低下で、財務省が次なる政府への義務を生じさせる、資金借り入れを憲法で禁じられたのである。 2013年10月以降、タイ国内の稲作農家に寄する未払い金の総額は1300億バーツになっており、2014年1月31日時点で200人以上の農家が政府に対するクラスアクションの代表としてタイ弁護士会の支援を求めている。タイの稲作農家はタイ社会のヒエラルキーで最も低い階級ではあるものの、彼らは伝統的に 対抗検討の政治基盤の鍵となる構成要素でもある。2014年1月31日時点で、主に北部、中央部地域の稲作農家は高速道路を封鎖して、政府に抗議し、反政府抗議に加わるため万国に向かう可能性も、あると述べた。多くの農民が、未払いの結果として破産し、この制度下で少なくとも3人の農民が自殺した。 商務省は2014年2月4日、インラックによって管理運用されている米の購入施策に、反忙職委員会の調査が継続していることを理由に、中国が100万トン超の米を購入する契約を取りやめたと発表した。抗議中の農民は、タイの使用を道路すべてを遮断することで2014年2月6日に、自分たちの抗議を強化すると発表した。抗議している稲作農家は、 銀行なら後で政府から支払いを取り戻すことが可能だと確信して農業、農業共同組合銀行に保証を求めている。しかし、ベックは資金を政府に依存しているとの主張である。さらに、中央地域の農民の多くが万国に向かい、2月6日に商務省の前で支払いを要求する可能性もあった。2月6日にステープは、 稲作農家の苦境を解決でき得る策の一つとして、政府保有の七草八百万トンの在庫米を売ることをシーラム通りにいる支持者に発表した。しかし、PDRC が組織する抗議者たちは、米回収のため警備のかかった倉庫に強制的に入る必要があるとした。PDRC の中心的指導者の一人は、ステープが2月7日に公的な案夜を実施して、 稲作農家への寄付を集めてはどうかと述べた。2月7日、財務副次官によると、タイの銀行が関与する機密計画で、稲作農家には1300億バーツの融資が支払われることが確実だとした。副次官は必要な資金を得るために、いくつかの選択肢が存在すると述べた。2月11日、インラックは政府が国の稲作農家に、 すべての未払いの債務を支払うための財政的手段を有しており、規定された価格でその支払いが履行されることは揺るがない、とメディアへの声明で述べた。しかし、2014年2月12日観光のバンコックポスト報道は、国家汚職防止委員会がこの米制度に関する訴訟を立証する証拠の称号を終えた後、インナックに対して正式な告訴を行う予定であると伝えた。 ナックの副委員長は2月11日、ナックが暫定政府首相に対して告訴を行うつもりだと語った。ナック委員側が十分な証拠を蓄積している場合、国家米政策委員会の委員長でもある、インラックは職務放棄の件で刑法第157条に違反していることになり、もし起訴されれば委員会には彼女の訴訟に出席することが許可され、そこで インラックの基礎が正当なものであったかを委員会が判断することになるはずだと副委員長は説明した。この訴訟は2014年1月中旬に遡り、訴状が提出された場合にインラックはあらゆる公職から退く必要に迫られる。一方、暫定商務大臣のニワットタムロンブンソンパイさんは2月11日に開催された閣僚会合が 米制度下で農家に支払うための文書化されていない、中央予算7億1200万バーツを承認し、同予算は2月11から14日の間に、承認のため EC に送られると語った。2月12日、大米協会会長のプラシット・ボーン長英は、未払い金のことで、約5万人の稲作農家が、暫定政府を追放すると警告した。会長は、 PDRC の抗議段階の一つについて話し、西部、北部北部、中央上部地域の他の農民指導者と抗議行動の拡大に関して話し合ったことを確認した。2月13日、別の農家団体が、タイの弁護士協会の弁護士に付き添われ、詐欺的な行為について、暫定政府に訴訟を起こした。2月14日、農民指導者は、農民の要求が満たされない場合、 結果は予測不可能で制御不可能になるとインラックに警告した。稲作農家たちはトラックを使ってチェーンワッカナ地区にある有志鉄線のバリケードを突破した。暫定首相は農家たちとの面会を拒否したが政府当局者は2013年12月に議会が解散したことを支払い遅延の原因と特定した。暫定財務大臣のキティラットナラノンは すでに20億バーツが支払われており、加えて3.39億バーツが農家たちに帰するものだとメディアに伝えた。彼はまた政府が国営の農業銀行を通じて残りの債務を支払う予定であり、日々の支払い処理を行う能力を考慮すると、すべての支払いは6から8週間以内に行われると予想されると語った。2014年2月18日、インラックは 稲作農家の一期に対処すべく演説を行い、問題の解決方法を詳細に語った。またインラックは、反政府抗議運動がこの制度の継続を成功させる障害となっていると説明し、2013から2014年、政治危機以前の最初の2年間はこの制度が機能していたと彼女は主張した。インラックは、この障害とは無関係に、 農家たちのために粘り強く戦うつもりだと断言した。しかし、暫定首相は、大の各銀行に協力を要請し、それによって、稲作農家への支払いのための農業、農業共同組合銀行への融資が行われることになった。インラックはさらに、農家たちが耐えている苦境のためベックが、債務返済期間を6ヶ月に延長すること、加えて、 次の作物シーズン向けの融資上限を引き上げると述べた。この演説はタイのテレビプールによって全国的に放送された。2月18日国家汚職防止委員会は政府の米補助金制度を不適切に処理したことでインラックを告訴したとの声明を出した。この制度では政府が2年間ずっと国際価格よりも最大50%高い価格で 農作物を購入していたと、同委員会は主張した。2014年2月27日に、暫定首相は、同委員会の提訴に反論すべく召喚状を受理し、彼女の弾劾及び公務からの解食が起こり得る、結果の一つとなった。選挙管理委員は3月4日、暫定政府が国の中央基金から200億バーツを、もみ米担保融資制度に参加した。 稲作農家に支払うことを承認したと公表した。このお金は政府への融資として分配されるもので、その資金は2014年5月31日までに米販売による歳入を使って払い戻される予定である。2014年3月22日、僧侶のルアンプウブタイサラシ率いる農民団体は政府の宝くじ事務局に米をぶちまけ、その日事務局を閉鎖させた。 この僧侶は、グロが米100トンを農民から購入するのに宝くじ販売資金を使うよう要求し、事務局が米1トンあたり最低でも1万2000、バーツを農民たちに支払う必要があると主張した。2013年12月23日、正常不安により、対通貨バーツは3年ぶりの安値に下落した。ブルームバーグ報道によると、11月と12月に、 タイ通貨は4.6%下落、主要株価指数も9.1%下落した。アジア振興市場で取引する日本の主要トレーダーは、抗議行動が続いている時期に、バーツやタイの資産を購入する理由が見当たらないと、ブルームバーグに語った。観光面では、タイの国内旅行協会が2012年の同時期と比較して、 クリスマスや新年時期の観光収入は1億2500万ドル相当減少したと報告した。対中国連合観光協会は2014年代一四半期の中国人観光客の到着数が2013年の同時期90万人と比較して約60%減少すると予想している。1月6日、シンガポール航空はバンコクの政治情勢から19便を中止する。 予定だと述べ、旅行代理店は得意先行客の減少を経験している。タイ銀行は、反政府活動の2日目に当たる2014年1月14日に135の銀行支店が影響を受けたと報告した。バンコク銀行の3支店、クルンタイ銀行の17支店、サイアム商業銀行の5支店を含む36支店が終日閉店し、 TMB 銀行の72支店とシムの10支店を含む99支店が通常の営業時間に先立って閉店したと発表した。タイ財務省ブルームバーグタイ証券取引所がまとめたデータによると2013年10月31日に抗議が始まって以来海外投資家はタイの株式から30億ドルの資金を引き上げた。証券アナリストは タイの近隣諸国によって借り取られた利益のことや、インドネシア株式に移動した約63億バーツを、タイ証券取引所が追跡していることについて論評した。2014年1月23日、観光スポーツ大臣が2014年1月のタイへの訪問観光客総数が、その月の例年の観光客数の半分にあたる100万人に減少すると発表した。 英国の国際金融企業、バークレイズの代表は、抗議運動を繰り返してきた歴史を反復し、その上で、これが起こったのは初めてではありません。投資や観光面では、損害が見受けられます。現時点ではすべて回復可能ですが、時間が経つにつれて、その一部は永続的になるでしょうと説明した。2014年1月27日、 バンコク都市圏管理局救急医療サービス部門のエラワンセンターは、この反政府抗議運動中に死者10人と負傷者571人が記録されていると発表した。2月12日のメディア報道によると、バンコクの事業者たちは、経済的影響がより問題になったため、正常不安への解決を望むようになった。東南アジア最大級のショッピングプラザの一つ、 セントラルワールドは、顧客流量が2013年から20%減少したと報告し、日本の百貨店、テナントセタンのバンコク店は1時間早く閉店するようになり、ラチャプラソン地区の宿泊施設は得意先行客の60%減少を経験した。また、人気の高い海外バックパッカーの行き先かおさん通りに観光客が1日あたり5000人しか来訪しておらず、 こちらは50%の減少が示された。同日、タイの中央銀行は2014年の GDP 予測成長率を4%から3%へと引き下げた。2月17日に発表された経済データ報告書によると、タイの GDP は2013年最後の3ヶ月でプラス0.6%増と出ており、これは2012年第1四半期以降で同国の 最も低い成長率である。このデータでは、抗議デモの開始以来大通貨のバーツが4%安になったことも示されている。大銀行の広報官は、2月17日時点の金融政策は国のニーズに十分対応するものだと語った。2014年4月13日、バンコクにある、チュラーロンコーン大学の安全保障国際研究所を、 拠点とするタイの学者ティティナン・ポンス・ティラクは、東アジア経済研究局と、南アジア経済研究局の共同イニシアチブである、東アジアフォーラムに向けて2014年の政治危機を、査定した。ティティナンは、インラックの日々は、残り短いと書いており、タイに起こりうる二つの結末を予測して、もしそれが分断したどちら側も含む政府であれば、タイは道を見出せるかもしれない。しかし、 反卓新派等の暫定政府であれば、さらなる騒動と混乱が予想されると述べた。学術会は民主主義プロセスへの彼の支持を表明し、彼は声明で、タイ国民は民主主義の出発点が大多数の意思であることや、タイでの独裁政治支配は結局長続きできないことを認識する必要があると結んだ。2014年4月中旬。 タイの民間シンクタンクである可視高音研究センターは国内の政治的混乱が続いているためタイには不況期に差し掛かるリスクがあると報告した。同センターは2013年第4四半期と同じく2014年第1四半期にタイの輸出が伸びていないことを示すとともにマイナス1.8%というマイナス成長がこの期間を超えて続くことを示すデータを提示した。 このシンクタンクは2014年のタイ経済を約プラス1.8%成長だと予測した。しかし、バンコク銀行は世界経済の回復の結果として輸出が年間2から3%増加し、輸出が5から7%増加すると予測した。実際のところ、第一四半期の反政府デモに続いてクーデターによる正常混乱もあり、2014年のタイの 経済成長率はプラス1.0%となった。これは前年のプラス2.7%から大きく落ち込んだが、翌2015年にはプラス3.1%と大きく盛り返している。この政治危機では当初、タクシン支持者からの暴力的反応が起きる恐れが高まった。タクシンは以前5回の総選挙で選出された政権が任期満了前に解体されたため、 権利を剥奪されたと感じていた。2016年、ポップコーンガンマンで知られるビバットヨドプレイズットが、この危機に関連した殺人罪で、懲役37年を宣告された。ありがとうございます。